つしさん、こんばん。ありがとうございます。ワンナもありがとうございます。お母さん食べるそうです。昨日はリーダー会にしましたよ。今日の髪型はめっちゃ可愛いのをしてもらったんですけど、なんか写すのが難しくて、撮ってもらったのはあるんですけど、自分で撮ろうとしたらめっちゃ、何これ、真珠なんだ、早押しボタン。今日の MC 面白かったって噂聞いたから DM のアーカイブ見て。どこのや、今日の杉浦さんメイク違う、ちょっと違うかも。確かに昨日とかよりちょっと違うかも。あ、てか前髪が違う、なんかちょっと日曜日応募したから当たるといいな。応募してください。 VIP 濃いめなの、あ、濃いかもけどいつもの方が濃いかな。マサさん、なんだこれは、真珠栗、そう、日曜日はしおりさんです。久々、なんか超絶かわいいわ。もちろん超絶かわいいに出たいって言ってくれる子もいるんですけど、全制覇したいとか、なんかなんて言うんだろう、超絶かわいいにまたぐためには1個のポジションしかないから、いろんな子が来てくれることが多いんですけど、しおりさんが一番最初に頼んだっていうか、お願い した方なので、なんか最近しおり呼ばれへんねんって前言ってくださって、出たいって、それがめちゃめちゃ嬉しかったので、日曜日はめっちゃ楽しみです。なんか嬉しいです、シンプルにめちゃめちゃ嬉しい。なんて言うんだろう、やっぱり年上で先輩っていうのがもうめちゃめちゃ限られてきてるじゃないですか。自分のグループに年上で先輩っていうのはいないし、先輩も一人だけだし、一番年上なんですよ。だからなんかすごい貴重な存在じゃないけどね、先輩が来てくださって嬉しいです。今起きた、おはよう。座席数増えるかもしれない、そうね、なんか書いてあったね、10月1日からなんちゃらっていう。そうですね、私はなんて言うんだろうしおりおじさんってが来る感じよりかは、しおりお姉さんって感じです私には。みんな12時になったらぜひ今日のアーカイブ見てください。ぜひじゃない、絶対見てください。今日も超絶かわいい、ありがとうございます。こんばんは。
今日の見どころお豆に書いちゃったんですけど言ってもいいですか？見る。あ、サーカスありがとうございます。ドクイチさん、ね、えでもなんて言うんだろうな。じゃあそれ以外で言うと、お豆のやつ以外で言ったら、就活終わったところ、終わったことご報告しておめでとうかな。今日は結構笑顔めっていうか、なんていうの、明るめな表情をした気がします。エンジンはマイクバリバリありです、今日は。あとめちゃめちゃ、今日はめちゃめちゃっていうか、メンバーと目を合わせたので映ったらそれを見てほしいです。あ、そう、和田美優さん、なんかこれはブログに書いたから話すんですけど、美優ちゃんの今日のアンコールが私的に今まで聞いたアンコールの中でなんか最なんかこんなこと言うのあれなんですけど、最高のアンコールやった思います。なんかアンコールダウンもやったことないし、全然話面白くない人から褒められてもあんまあれかもしれないけど、なんか普通に話として、なんて言うんだろう、アンコールの間でもよく聞きたいって思ったし、で着替えてる間も聞きたいって思ったし、あとはなんて言うんだろう、レアキャラだからとか、なんか拍手じゃない、なんて言うの、アンコールしてもらって私たちが出るかもしれないって、その流れとかなんか含めてめっちゃ素晴らしいなって思いました。でアーカイブで全部見ようと思います。ぜひ見てください。なんか考えてるところとラスト2人ぐらいと締めだけ聞けたんですけど、そう、めっちゃ良いアンコールをしてくれたので、ぜひそれもアーカイブ見てください。流れちゃった。モモネーとことさんのコンビスコ嬉しい。なんか嬉しい。ことちゃんアーカイブ見ながら寝落ちする。寝落ちするよ絶対。多分どこで寝落ちするかな。イラストってなんだ。みんなめっちゃみゆちゃんいじるやん。ちょつかわ公園ありがとうございます。ブログまだかな。ブログ
距離感。今日の遠距離パスタめっちゃ良かったです。嬉しい。嬉しいっす。なんか遠距離と途中経過は自分を見てって思ってます。そういう曲が自分で一番合うかなって思ってるので自称。あ、うどんの続き感とかもありがとうございます。着きました、ありがとうございます。ずっとことちゃん見てました。嬉しい。たんたんあれセンター気分でやってます、遠距離は。東京在住だから遠距離は毎回ねえ、しみる、嬉しい。福一さん、花束ありがとうございます。風呂敷もありがとうございます。チョコワンのトレーパーパスとおこが好き。なんかさアノンちゃんと私のさトゥルーパーパスってなんかさ、なんか女子よね。で他のさあのグループのさトゥルーパーパス聞いた後にうちらのトゥルーパーパス聞くとなんか女子だってなります。今日はここで対角線のマイティーとずっと目が合ってます。今日の見どころ。声が女子、なんかなんて言うんだろう、伝わって。こんばんは。映ってんのかな、ここでも歌いの人が映ってるかな。遊びだってとかめっちゃ女子な気がする。ありがとうございます。毎日アイドル6日です。バーイバーイ、ちかわしです。ありがとうございます。はじめまして、かたちゃん、かたすぎなことめです。パチ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 、こんにちは。確かに。688888。うん。どんへんうんはいば。
か、うん、もう時間ないあんまり。今日はおしゃべり配信ですね。最近休憩時間にごとちゃんビスイベントのショールームめっちゃ見てます。なんかそんな見返せるようなことしゃべれてたかな。めっちゃ必死やったから。どうやろ、ぜひ作業用 BGM にお使いください。一回申し込んだね、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。明日長めにしようかなと思ってます。フルートフルートっていうか配信時間あるので時間ないので、公演アフター配信をしなきゃなので、それで配信終了までにお風呂が上がるか。どうやろ、上がらない気がする。アフター配信は全員です。なんか今までは今までは順番で公演前に配信してたんですけど、最近は全員公演について話すみたいな感じですね。でもジオンちゃんとかみさきちゃんは時間制限があるので夕方にやってたりします。頑張ってビス絶対買います。ありがとうございます、嬉しい。あ、待って、自慢したいものがある。じゃん、ウリニッシュゲットしました。でも辛口なんですよね、辛口しかなくて。どんな、どんな辛口ですか。ゲットしました、いただきました。はーい、ね、おいくらなんでしょうか。ちょっと存じ上げないんですけど、ありがとうございます。エプロンは交渉しました。なんか入ってへんのって言われました。ちがしげさんにお料理部ちゃうんって言われました。かけ放題、確かに。楽しみです。何にかけたらいいの。スパイス調味料、でもめっちゃ美味しいって言ってた玲子が。お肉、あー美味しそうね、美味しそうだねとか、まだちょっとなあれなんですけど、食べたことないんですけど、
でもめっちゃ美味しいって聞くからめっちゃ食べたい。何かにかけて食べようと思います。いただきました、ありがとうございます。どうなんだろう、普通のスーパーでも売ってんのかな、どうですか。自販機あるんですか、ミニシの。武田先生マジで毎日キャンプしてる。インスタフォロー返してくださって、インスタ結構っていうか見てるんですけど、めっちゃキャンプしてますよね。いいなぁ、私もキャンプしたい。自販機すごスタバの飲み物全般に合うんですか、ガチですか。ステーキ合いそう、キャンプが仕事です。確かにね、確かにそうです。インスタにキャンプ写真、ストーリーかな、ストーリーにめっちゃいいなって思いながら見てます。なんかおしゃれなキャンプですよね、なんかガチキャンプっていうよりか。ガチキャンプ。リンクして。こんばんは。金の掘りにしも何が違うんですか。全種類欲しいな、買おうかな屋上成功に配信、あれもちょっと無理やったね、割れない、これ以上やったらちょっと無理やなって思うくらい割れなかったです。金はすごい、金はすごいんですか、どうすごいんや。やばい、時間がない。ねえ、お高いけどめっちゃすごい、気になるじゃん。そんなこと言われたら全部欲しい。ちょっと時間が迫ってきたので先にランキングを読みたいと思います。13位椎茸さん、ありがとうございます。12位ケフさん、ありがとうございます。11位マサさん、ありがとうございます。10位宝野さん、ありがとうございます。9位六一さん、ありがとうございます。5位小平さん、ありがとうございます。7位ジョーさん、ありがとうございます。6位 FFF さん、ありがとうございます。5位ひろゆきさん、ありがとうございます。4位あつさん、ありがとうございます。3位たくまささん、ありがとうございます。柳さん、ありがとうございます。内淳さん、ありがとうございます。皆さんこの後はしゃべるもんを聞いて、ブログのコメントをして、モバメを読んで、 DMM を見ながら寝てください。全部あとブログ来ないね、来ないに1票が勝ちましたね。はい、みんなで寝落ちしましょう。もばめ取ります、もばめ取ってください。宿題が多いな、宿題、ナイト、みんなのナイトルーティーン決めました、勝手に。
切れるまで喋りたいと思います。2分だよな。でも超絶可愛いの誰かが更新されてなかったらまだチャンスはあると思うんだけどな。あ、まだ超絶可愛い面が更新されてないのでチャンスはあると思います。じゃあ、さっき言ったナイトルーティーン、じゃん、みんなやってください。ヘベルモンにツイートして、ブログコメントして、まとめ読んで、 DM メモを見てください。では水曜日、明日も頑張りましょう。公演見てくださった皆さん、来てくださった皆さん、ありがとうございました。ナイトルーティン頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。